どうも、こんにちは。雲仙と言います。今日もゲーム実況を始めていきたいと思います。今日始めていくゲームは、ダウン・イン・バミューダっていうゲームですね。こちらのゲームは、任天堂 eShop の方で少し、75% オフでダウンロードできて、昨日発売だから、1月の15日発売されたゲームですね。パズルゲームで、少し謎解きなどが遊べるみたいなので少し遊んでいこうかと思います。では始めていきましょうか。飛行機が飛んでますね、一体。墜落してからがスタートなんでしょうか。結構クリーチャーが出てくるって言ってるんで、モンスターが出てくるんでしょうね。モンスターから、パズルの謎を出されるという感じのストーリーでしょうか。30年以上が過ぎた。おう。飛行機はそのままなんですね。ああ、落ちた人ですか、この人。そこにいるのは誰？わ、やあ、こんにちは。来てくれてよかった。ちょっと助けてくれないかな？もう何年もこれを解こうとしているんだけど、難しすぎて、君は解ける？ファイルをパスに沿ってトラックしてください。これかな？ああ、なるほど。やりすぎ。ちょっと難しいですね、操作感。ああ、なるほど。これを一つやって。ああ、両方しないといけないんですね。まずは片方からやっていきましょうか。あとは、もうこれを。スイッチの動かし方っていうことで、パソコン違うね、感じなので、こんな感じなんでしょうか。おお、やったね。何、遺跡が出てくるんですか。ん、このバミューダっていうところは。あや、あれは、このおじさんどうやって生活してたんですかね。方向ボタンでパン。パン。おー。これですか。ボタンを押すって感じですかね。なんかの起動ボタン。ねえ、裏に何かある？裏？ LR で回転できる。おで、これ下げて。これ押せばいいのかな、両方。まあ、至って単純な作業という。お、今度は謎が出てきましたね。まあ、謎といっても。多分、三角形に合わせるんでしょうけど。で、上から。なんだ、亀かな？ここに30年ほど閉じ込められてたんですかね。もっと前からでしょうか、この亀は。うわぁ、誰かに会うのはすごい久しぶりだな。いやぁ、僕はミルトン。よろしくミルトン。僕はハーマーンだ。昼寝をしていようと思って入ったんだけど、閉じ込められたね。それじゃあ随分ここに、いたの？
だいたい563年かぐらいかな。まあ、まず数を数えているのが驚きでしたよね。君はどうしてここに？君はずっとここにいたの。ついに誰かに会えてよかった。だいぶ前にこの島に不時着したんだけど、なんだかよくわからないんだけど、力を貸してくれない？帰りたいんだけど。もちろん助けてもらったんだから、それくらいお安いご用さ。まずはこのオーブをどうぞ。オーブ。ゲットか。2階の扉でしょうか。オーブゲートには特別な力があるんだ。これを使えば島から移動できるよ。いつでも移動できるけど、次の島に行くにはオーブをすべて見つけないといけないんだ。オーブを見つける系ですか。オーブはあと1個だ。あっちのスターモニュメントを探してみるといいよ。大抵役に立つものが入ってるから。スターモニュメント？これですか。これですか。あ、三角押すのか。いくつか足りないみたいで、この辺りにあるはずよね。絶対ある方。ああ、拡大。地図もある。スターマップを見つけました。これですか。厄介は、確かに便利ですね。役に立ちますと。拡大と縮小でうまくいくんじゃないか。で、ここにあって。よし、コツをつかんでね。つかんでいきたいか。で、方向を転換して。鍵がね、ないですね。あと、ここにあって。で、マップを見るにはこれですか。あとは？あとはスターマップ。行けた感じもなさそうですね。近すぎて。こう見るのも面白いですけどね。とりあえずボタンを押していきましょうか。たのか。オーブですね。これで3つになった。やった、オーブを全部見つけたね。幸運になってるよ。あと、いつでも会いに来てよ。ああ、それと気をつけて。バミューダのクリーチャーの多くは僕ほど穏やかじゃないから。いろいろとありがとう。この恩は忘れないよ。亀もクリーチャーなんですかね。わからないですけど。とりあえず行ってみましょうか。まだこの島にも謎がいっぱいあるみたいですね。タートル島。これは秘密基地島を、こんな感じで移動できるんですか。何した？明日戻るボタンですか。じゃあ、ここの島の謎も解いていきましょう。最後まで動画を見てくれてありがとうございます。このチャンネルではゲーム実況動画をまったり配信していきますので、次の動画も楽しみにしていてください。よろしければチャンネル登録、高評価も押していただけると動画作りの励みになりますので、よろしくお願いします。では、それでは。